はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録かと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。バントコントロールということで、刺激と亀を使った、コントロールデッキですね。まあ、この2枚でね、アドをずっと稼ぎ続けるという、ツイッターでシゲコンと呼ばれてるタイプのやつになるのかな。まあ、この2枚以外はちょっと、どうかわかんないですけど、はい。まあ、白も青もね、緑も結構いろいろ優秀なカードありますんで、まあ、緑に関しては、ま、今回ちょっとこのタヌキぐらいしか入れてないですけど、白がね、今やっぱ普通に強いじゃないですか。だからま、白の、まあ、白タン的な動きをしながら、まあ、カウンターしながら、あと、アド稼いで、っていう感じですね。はい。まあ、ひたすら使い回しができるんでね、国別打ちまくったり、カウンターしまくったり、まあ、そこら辺が非常に強いですね。はい。さあ、それじゃあね、早速、やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。どっち、こっちから行こう。黒か。さあサリア出していきましょうか。サリアからの呪文縛りっていう、まあ白ターンみたいな動きしていきたいね。ディミア。さあ、呪文縛り。なんだこのハンドは。最悪の、ああ、しまったな。これ呪文縛りで取らん方が良かったな。才能の試験で狙い撃ちしたった方が良かった。今のは失敗した。こいつを指定した方が良かったかもしれん。とりあえず刺激出すか。さあ刺激とか除去しに来てくれてもいいですし、どう動いてきますかね。向こうからするとサリアもやりにくいだろうね。ああそこに来るか。これかわす？それは必要ないか。さあアタック。そこはちょっとカニでかわしときます。さあサリアでアタック。だいぶ削れてきたね。さあ刺激能力起動。
さあ刺激出していく。で殴っていく。まあこれはしゃあないか。さあ才能の試験、反動を見せていただこう。わあなめくじ入ってんのか。なんか変わったデッキですね。まあ、ちょっとここからコントロールしていきましょう。早めに国別も引きたいな。落第は期間。ターン終了。ここは OK でしょう。さあ刺激根力で X3 呪文縛りとタヌキと才能の試験でいいですか。さあ呪文縛り、なめくじ縛りましょう。そしてまあターン終了でいいか。ここと相打ちできれば十分なんですけどね。さあなんちゃらキューブ、呪文縛りが追放される。はい、運命的不在、戻ってくる。ここはカニでいいか。さあ根力、さあブロック、
だいぶ楽になりましたね。ターン終了。さあ刺激戻してくる。まあ、タヌキでいいか。まあライフあるし、もう少し待とう。サリアも出さんでいいかな。ターン終了。ここは潰しとこう。ってことはなんかスライムデッキみたいな感じですか。X3 亀と才能の試験と運命的不在でいいか。さあ呪文縛り。ターン終了。うん、まあスルーしよう。ヘドロの怪物。はい。さあ亀で刺激戻します。さあ聖戦士で。さあアタック。まあこれでターン終了。オッケまあ相手のハンド次第ではあるけど、決めに行こう。さあ運命的不在。
粗暴な聖戦士。才能の試験。はい、対戦ありがとうございました。まあ、土地出してターン終了。いやでもここ刺激出していかんとちょっときついな。土地がなさすぎるわ。白い土地を持ってこないと。うわ、終わってるなこれは。厳しい厳しいが、まあ、もう一回出していこう。普通に色事故で負けそう。ハンドと土地が合ってない。母聖樹残しといた方がよかったかな。お、来ましたね。さあ、サリア。サリアによって才能の試験が構えられてない。それが悲しい。さあ殴っていく。まあでも殴っていきましょうか。ターン終了。さあ婚礼の発表が重なってくる。さあ、空画面で刺激戻します。どうだ、ドローさせてでも殴った方がいいかな。悩むところですね。とりあえず刺激を出そう。そして殴っていく。まあ一応状況に関してはね、才能の試験構えながら行きたい。おお、いいっすね。ターン終了。さすがに刺激で土地引いてくると思うんで、それで国別と思ったけど、サリアいるから国別が打てないまあまあ、睨み合いは別にいいや。ケイヤか。ちょっとよろしくないな。
差し刺激を起動。さあ、呪文縛り。まあ、ややこしくはあるな。相当なダメージ食らうな、これ。さあ、才能の試験。あ、墓地を追放か。キッツ。まあ別にいけるか。さあ全部追放。あれ？これ順番か。一気にじゃないんだね。マジか。こっちクリーチャー残ると思ったけど残らないんだね、このパターン。そっかそっか。さあ、サリア行きましょうか。いや、ここはもう刺激も出そう。回すもんがない。アタック。刺激殴らんでよかったか。いや、もうこれで OK だね。まあ環境科学ですかね。お、違った。はい、オッケー。サダック。ターン終了。
サダック。はい、対戦ありがとうございました。ターン終了。どっち出して、まあ、ここは攻撃せずターン終了しましょうか。まあ向こうで。さあもう一度刺激。さあ本力でバウンス、刺激でブロック。マリアは別にいらんか。ターン終了。さあ刺激能力起動。はい、運命的不在。もう一度刺激いきましょうか。まあサリアも出しといていいか。ターン終了。まあこれでちょっと呪文構えられんけど。とりあえず殴りますか。ターン終了。まあ、どこで国別打つかですね。最低これが出てからの方がいいかな。まあカウンターしといてもいいけど、まあいいか。
ターンもらいます。まあ刺激出すか、一回国別打っとくか。でもまだ足らないよな、もうちょっと土地伸びてからの方がいいな。これでいいわ。ターン終了。ギリギリまで引っ張ろう。粘って粘って、別にどうでもいいんだけどな。まあいいか。6点回復されるだけでしょ。さあブロック。あ、そうか、すぐ死ぬから3点しか回復されんのか。それはそれは。まあしゃあないね、ここら辺が限界か。さあ国別。アーティファクトとクリーチャーを破壊。あとエンチャントも追放しとくか。ターン終了。ナヒリが来ちゃったが。ナヒリ厄介ね。まあ、まだライフがね、あるんで、とりあえずそうそうやばくはないか。言うてでも打点高いな。ターン終了。これは痛い。さあ刺激混力で X3 亀と運命的不在と国別。さあ運命的不在でナヒリを倒して、これ出せんな。さあ国別。まあほっとくかこれは。まあ普通に刺激出しましょうか。
ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。バントコントロールということで、ホタテガイさんがシゲコンと呼んでるこの刺激と空亀使ったコントロールデッキですね。まあ、ちょっと本家と内容が全然違いますけど、まあ、基本的なこの2つがね、まあ、軸になってアドを取り続けるという動きですね。はい。で、まあ、サリアが、一つね、コスト増やすのとかも全然関係ないので、まあ、そこら辺は相性いいのかなとは思うんですけども、どうだろうね。こいつがね、刺さるデッキに全く当たらん。これも、向こうも、ほんとなんか、偏るね、当たるデッキが。一度もルーンデッキとか、当たらんかったし、なかなか、イゼットコントロールとか使ってるとめっちゃルーンと当たるんだけどね。ほんとね、偏りが激しいけど、でも才能の試験がめちゃめちゃ今日は刺さったね。こっちあんまり引かんかったのかな？あんま使った記憶がないけど。まあ、打ち消しもね、使い回しながらという感じですね。はい、コントロールデッキ好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。